パパ、今日はペンギンさん一匹しかいないよ。今月の節電目標にまだ足りないんだよ。エアコンや照明の消し忘れに気をつけなくちゃ。あ、2匹に増えた。よし、いいぞ。もっと頑張ろう。電気の無駄がないか、みんなでチェックしてみよう。パパ、見て、ペンギンが全部氷に乗ったよ。今月の節電目標達成だ。一番左のペンギンを見ると昨日の達成結果もわかるよ。ペンギンと一緒に節電できて楽しいね。うん、そうだね。